よろしくお願いします。エマも食えないやつよの。翻訳作業が進まないと悪空の開発が滞ると嘆いていましたわよ。まあそんなに焦るもんでもなかろう。わしは八代将軍の干渉と行こうかの。この後に及んで時代劇ですの。お前とて何やら見ておるではないか。これは記憶の翻訳です。話聞いてまして。まあそう腹を立てるな。わしが武者修行の間和歌を独占できたじゃろ。それはそうですけど。当然宿でも二人きりだったのじゃろ。はい、同じ部屋で一晩中。まさか。先に寝た若様の寝顔を眺めておりました。眺めただけ。同勤はしておりません。これではいつわしに都議の番が回ってくることやら。こちらの詮索より若様への報告が先じゃありませんの。わかったわかった。うるさいの。もうお叱りを受けても知りませんからね。あら、音に合わせて絵が。こっちは食べたことのない武器。これはなんだか少し、いえ、とっても面白いですわ。しまった、どんな味の飲み物かさっぱりわからん。すいません、この一番上のジュースを一つ。はい。にしてもどうなってんだ。巴どころか美桜からも連絡がないぞ。聞いた？最近森からレッドビーの群れがいなくなったって。ああ、恐ろしく強いガインクラブが出たせいらしいな。ガインクラブ、カニかな。お待たせしました。お、レモンとかの柑橘系。いただきます。お、まさかのバナナ、しかも味薄っ。もしかして慣れるとくせになったりしない。悪空の食べ物が恋しいな。よし、今日の作業はここまでじゃ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こら、若様、これはつまみ食いではなくあくまで味見でして。嘘嘘、少しくらいは食べてもいいよ。僕もつまみ食いしに来たんだし。